大分県道411号、中津山国自転車道線は、大分県中津市木台町一丁目から同市、山国町趣味に至る一般県道の自転車道である。大分交通や和系線の鉄道跡を転用して、大規模自転車道として整備された道路で、メープルやバサイクリングロードやメープルやバサイクルラインの愛称が与えられている。 日本新三景や日本三大奇景に数えられる名称としてのヤバ系の自然美、風光明媚な青の道門やアーチが美しい、ヤバ系郷といった観光資源、自転車道の起源となっている、ヤバ系鉄道の施設として建設され、その後に国の登録有形文化財に登録された1号、厚瀬トンネル、2号、厚瀬トンネル、平田駅ホームや、 土木学会の近代土木遺産に選定された第二山国川鉄橋などの歴史的資産を合わせ持つ。大規模自転車道としての評価は高く、日本経済新聞社と日経 BP が共同運営する日経スタイルにおいて2003年に企画されたおすすめのサイクリングコースでは、自転車の製造、販売、報道などの専門家からなる選者により、第一位に選出され、 7年後の2010年に再び企画されたおすすめのサイクリングコースでも大規模自転車道の中から第2位として紹介された。第2山区に川鉄橋1971年に一部廃止された大分交通ヤバー線の線路時期を転用して1972年より自転車道として整備着手し建設省の施策として1973年に開始した。 大規模自転車道整備事業に組み込まれた。自転車道の中核基地として、ヤ場系サイクリングターミナルが1975年に開設され、また、同年の大分交通ヤ場系線全線廃止を経て、1982年に現在の形として整備完了した。2012年7月に発生した、平成24年7月九州北部豪雨による被害は甚大で、 路線の一部を構成している、第二山国川鉄橋は一部橋脚の崩壊と56メートルにわたって橋桁が流出したため、復旧には1億2300万円の修繕費用と1年10ヶ月の期間を要したほか、全線再開後も自転車道全体の復旧工事は2018年頃まで約6年間続けられた。中津潮木台町一丁目から同志参考を薄木に、 かけては、大分県道675号、薄木沖大線と並走し、一部は、国道212号とも並走する。総延長約3 5トルのうち、参考地区の一部や、終点側の中津市本屋場系町から同市、山国町にかけての計約2 2トルは自転車、専用道路として整備されている。また、鉄道跡を整備して作られているため、 勾配は緩やかである。台湾や韓国、シンガポール、香港、中国など、アジアからの訪日外国人旅行の増加や、ラグビーワールドカップ2019や2020年、東京オリンピックを契機に増加が見込まれる、欧米からの訪日外国人旅行を睨み、沿線の案内標識の日英に過酷語化を推進している。中津市発行のガイドマップが、 サイクリングロードの工程としている、中津駅から九州実温泉駅までの区間距離矢場系、サイクリングターミナル起点側の中津駅周辺では、中津城や福沢諭吉急遽などを回る、史跡巡りコースも設定されているほか、ヤバ系サイクリングターミナルを起点に、青の道門やヤバ系橋などの本ヤバ系方面、道の駅山国や、小屋山国などの山国方面、 ヤバケダム周遊などの初心者や家族向けのモデルコース、峠を越えるなどして、クス群クス町域やウサシ内町域をまたぐ上級者向けのモデルコースが用意されており、青の道門サイクリングセンター風水園、ヤバケサイクリングターミナル、安らぎの山国の3カ所でレンタサイクルを実施している。路線認定された1974年当時は、中津市、下下郡三甲村、 道群本山形町、道群山形町及び道群山国町を通過する路線であったが、平成の大合併により2005年3月1日より全区間が中津市域となった。ありがとうございます。